南区ガメは、沼ガメか赤ミミガメ属に分類されるカメ。和名の通り赤ミミガメ属では最も南に分布する。ブラジル。アシュショウミオブラシリエンシスは、ブラジル産のノイ。アルゼンチン北東部、ウルグアイ最大高長26.7センチメートル。オスよりもメスの方がやや大型になり、オスは、最大でも、高長20から22センチメートル。 後看板は長方形や長方形に近い、当脚台形。C 看板は、長さよりも幅の方が長く、第一。C 看板は、前方で一度くびれた後に、後方で最も幅が広くなる。左右の股看板の継ぎ目の長さは左右の喉看板の、継ぎ目の長さより短い。あばら看板には不規則な目上半紋が入り、円看板には、黄色や、 オレンジ色の筋模様が入る。粉担は長く、やや突出する。鼓膜上部に、全部はわずかに目と、後部は、頸部の縦縞につながる、明色斑が入る。また目の下部から頸部にかけて、筋模様が入る。下顎に、暗色で縁取られた黄色い楕円型の半紋が左右に一つずつ、入り、その間に、アルファベットの Y を逆にしたような筋模様が入る。 妖体は、椎間板に、あまり発達しない筋状の盛り上がりがあり、後部円甲板がやや尖る。成長に伴いキールは消失し、円甲板も、滑らかになる。オスや、妖体の廃校は、扁平だが、メスの生体の廃校は、ドーム状に盛り上がる。またメスに比べオスは、分管が、より突出する。さらにオスは、前肢の爪が伸長する。オスの生体は、 多くの個体で黒化し、廃校の色彩は黒や暗褐色になり、頭部や獅子の反紋も不鮮明になる。最大校長25センチメートル。幼体の廃校の色彩は能力色で、黄色やピンク色の反紋が入る。成長に伴い反紋は高褐色になる。復興の色彩が黄色で、甲板の継ぎ目周辺に入る暗色の反紋が大型。 頭部の色彩は緑で、鼓膜上部の明色斑は赤みを帯中型。最大亜種。妖体の廃校の色彩は薄褐色や緑褐色で、黄色やオレンジ色の斑紋が入る。成長に伴い斑紋は赤みを帯びる。復興の色彩がオレンジや黄色で、成長に伴い赤みが強くなる。甲板の継ぎ目周辺に入る暗色の斑紋は小型。 頭部の色彩は褐色や緑褐色で、鼓膜上部の明色藩は大きく黄色い。足間の相違が不明瞭なことから、足としての分割を無効とする説もある。温暖湿潤気候の低地から丘陵にかけての低質が柔らかい水生植物の反応した河川や湖、地層等に生息する。植生は動物食傾向の強い雑食で魚類。 両生類、海類、水生植物等を食べる。繁殖形態は卵生。生息地ではカキに数回に分けて卵を産んだ記録がある。種商名はアルシード、D、オ o b に絵の懸命で、英名と同義。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主にアメリカ合衆国やウルグアイで養殖されたモトアシュの繁殖個体が流通する。モトアシュが アシュブラジルクジャクガメやマラニョンクジャクガメの名前で販売されることもあった。幼体は赤耳ガメ族内でも水質の悪化等に弱いとされることがあるため注意が必要。ありがとうございます。